だねんだから。顎に入る。入り身します。逃げてか、逃げてか、動いてか、そこから逃げちゃいました。はい、で、こちらの手を上げて、こちらの手で当てみれるように、腰を切って投げる。はい、両手取りで、はい、呼吸法、呼吸投げです。はい、取らせない。指はちゃんと活かせるように持たせる。転換です。はい、ここでぐーっと入る。相手についてこさせる。ついてこさせると自分の前に来たらここで切り落とす。はい、これも呼吸投げです。肘を落としての呼吸投げ。相手の動き、相手がここで止まっちゃうと、グッと掴まれて止まっちゃうと、なんかしなきゃダメになってきちゃう。相手が取りに来てるんだから、このまま持ってきちゃう。もう一つはね、取られた時に、今はこのままこう行きました、持たせて。もう一つ確実な方で、こう引っ掛けてくる。で、この状態。手の持たせ方いろいろ。